一つ確認してよろしいでしょうか。お夕食のことです。食材に禁忌はございますか。承知しました。あ、それともう一つ、お水の種類は。ではお部屋の方へご案内いたします。いらっしゃいませ。こちらがドクターのお部屋になります。鍵をお渡ししておきますので。夕食の準備が整い次第お呼びに参ります。それまでどうぞくつろぎになっていてください。
高級イタリア料理が食い放題の仕事があるんだがね。しかも妙齢の美女たちが何から何まで世話してくれる。ギャラはブルックリンの一等地で開業した上、お釣りで自家用セスナが買える額だ。そいつは弱った。あんたのことだから今頃ベルリンの路地裏でのたれ死んでるかと思ってたよ。おいおい、友達に向かってひどいこと言うやつだな。ところで聞いたぜ、レノ。センターをクビになったんだって。運が良かったじゃないか。お偉いさんの弱みでも握ったか。あんたのことだ。その辺抜け目はないだろうさ。原因は女か。訳ありかい？まあいいさ。それよりあんたが困ってるだろうと思っていい話を持ってきたぜ。今日の朝食は？俺の話を聞けよ。オッケー。なに、簡単な仕事だ。高級イタリア料理が食い放題で、妙齢の美女たちが何から何まで世話してくれて、ギャラ大金持ちの主治医ってはどうだい。この件のクライアントはイタリアのある島に住んでる。あんたはその島に住み込んでいつも通りの仕事すればいい。そいつは問題ない。イタリアの就労ビザだけ取ってくれ。クライアントが全てうまくやる。リスクの分のギャラは保証するぜ。あんな車ローンで買うなよ。オーケーオーケー、そいつもギャラに上乗せすればいいさ。そういう種類の仕事だよ。スイスに口座を作ってる。回収不可能な場所に前金が振り込まれれば少しは信用するかい。この仕事を引き受けるかどうかは別にして、近いうちにあんたのところへ契約書と一緒に招待状が届くだろう。サンタマリア島への招待状だ。南米のとは別の島だ。こっちはアドリア海にある。クライアントの住んでる島だ。契約交渉はその彼と直接行うことが条件なのさ。あの島はちょっとばかり風変わりな環境だからな。あんたもその目で確認してきた方がいいと思うぜ。今のところそれだけだ。なんだい、葛城良一。ボランティアに決まってるじゃないか、ブラザー。
返事は早めに頼むぜ。もっとも銀行に前金が振り込まれれば、あんただってすぐ乗り気になるだろうけどな。失礼します。夕食の準備が整いましたので、お迎えに上がりました。
かったんですか？私、髪の毛も茶色だし。日本語ですから。